本気でキャリアアップを目指す人へ、 CXO の履歴書チャンネル。はい、はい、山翔さん、はい、後半もありがとうございます。よろしくお願いします。はい、どうでもいい質問かもしれないですけど、はい、金髪のビジネスマンあんまりいないじゃないですか。そうですね、クリエイター寄りの人とかはいらっしゃいますよね。はいはいはい、ただ経営者とか、うん、役員とかね。そうですね、上場企業の役員ですからね。いるんですかね。いないですね。いないですか。それはいつ、ちなみに。あ、これは執行役員になったタイミングなんで、2014年からずっと金髪なんですけど。それまでは、それまでは普通に黒かったり茶色かったりみたいな、うん、無難な感じでした。無難なね、うん、14年に執行役員になったタイミングでなる前に金髪にしました。お、はい、なんですか。実績があって執行役員にまあ上げてもらったっていうのはありつつも、後ほど、はい、やっぱり上場企業じゃないですか。でうちそんなにやっぱり特徴がすごいある会社じゃない、なんかすごい目立って業績が伸びてるとか、なんか世の中にめちゃくちゃインパクトある何かをしてるってわけじゃないんで、やっぱ覚えてもらいにくいんじゃないかなっていうの で実はその採用を担当してる松島っていう執行役員なんですけど、当時はナンバー2と、まあ、COO っていうポジションで、うん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 、金髪でそのちょっと柄の悪い岡村とその、金髪のナンバー2の松島っていうパッケージで会社が多分最年少上場して、うん、こう認識されてたと、うんうんうん、僕も、まあ、執行役になるタイミングでやるんだったらやっぱりナンバー2とかになりたいなみたいなんで、この会社で。そうですそうです。でパッケージを思い出して、あ、金髪にしたらまた前のパッケージこう踏襲できるなと思って、うんうん、松島さんがいなくなったら、そうそうそう、じゃあ金髪みたいな。そうそうそう、なるかいならないそうそう、一応そういうつもりでやって、はいはい、今そんな感じでやらせてもらってるんで、金髪やめにくくなっちゃったみたいないやでもね、なんか似合ってるからいいですよね。大変なんですけどね、実際。大変。そっかそっか。執行役になられた2014年、その実績買われてってことなんですけど、はい、07入社 の7年後に執行役員っていうポジションに就かれたんですけど、そうですね、どういう働きが評価されてなったと思います？うんうん、やっぱり2010年に立ち上げたアップドライバーっていう事業が、うん、10年ね、あの一番インパクトがあったかなと思ってて、うん、それまで僕らあのガラケーと、まあ、PC 向けのアフィリエイトでやってたんですけど、はいはいはい、やっぱ世の中の転機としてスマホこれ絶対来るなって、まあ僕あのアップル好きだって話じゃないですか、うん、iPhone 絶対日本で流行るっていうので、おーおーおー、今までの PC とかガラケーとは全然仕組みが違うんで、はいはいはい、早くそこに入っていかないと置いてかれるよねっていうので、うん、経営会議で脅しをかけて立ち上げた。誰にですか？経営陣にこのままやったら5年で潰れるぞっていうプレゼンを。記事にもありました。そう、そうなんです。あのあれですね。そう、あれです、あれです。本当に言ったんですか？本当に言いました。仮にこのままスマートフォンが普及したらみたいな話で、いやそうなんないよって思って見てるじゃないですか、うんうんうん、ちょっとオーバーだよみたいな、うんうんうん、それ以上に普及しちゃったんで、うん、結果としてですね、結果的にそうですね、事業立ち上げて1年ぐらいはやっぱりちょっと早すぎて何も起こんなかったんですけど、うん、10年、うん、で2011年の5月にグリーさんと提携させてもらって、うん、まあガラケーでもね一緒にやらせてもらって、はい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 、スマホでもっていうところで提携させてもらってから一気にこう伸びて、多分3年ぐらいで単体上場できるぐらいの規模の事業になったので、5、60億の年商のビジネスに育ったんですよね。そうですね、今もうちょっと下がっちゃってはいるとは思うんですけど、うんうんうん、まあ、まあそれぐらいのインパクトがあって当時のアドウェイズの業績を押し上げた、まあ、同時にあのゲームアプリ作ったりとか、はいはいはい、いろいろしてて、その時めっちゃ調子良かったんですけど、そんな感じですね。本当もうその時に山田さんがスマホにフォーカスして事業を作ろうって言ってなかったら営業会社だったかもしれないですね。そうですね、頑張って営業してたかもしれないですね結構アップドライバーの前までは社長がワンマンというか、うん、社長がガンガン決めてやっていくスタイルだったんですけど、うん、そのタイミングで現場がいいって言ってることをやったらめっちゃ成功したみたいな体験を多分岡村さんは学習して、ね、うん、これもっとやった方がいいんじゃないかっていうので結構経営のスタイルが変わったなっていうふうに僕も感じてますね。口出ししなくなったり、もうバンと任せたりっていうふうに変わったってことですか？そうですね、それまではなんかもう数字見てこういつになったら何件取れるんだとかってやってたんですけど、うんうんうん、もう一切あの何も言ってくれなくなった、うん、人何人入れたら売上何倍になるのしか言わなくなったんですよね。あと20人入れたら売上20倍になるとかって言って、いやそういうんじゃないでやめてくださいみたいなシンプル思考ですね。そうそう、単純に結構ね、うちの社長はそういうビジネス好きなんで、掛け算が簡単にできるやつが好きなんですよ。僕ちょっとややこしいやつが好きなんで、テクノロジーがこう掛け合わさってどっかでこうバーンって跳ね上がるみたいなモデルが好きなんで、そんなことやりながら伸ばせたっていうのが執行役員に抜擢されたっていうところのポイントかなと思いますね。岡村さん、ジャパンストックチャンネルっていうその当社 の、 はい、上場企業社長ゲストの方で言ってましたわ。本当ですか？はい、ちゃんとビジネスを転換してきて今日に至りますねみたいな、うんうん、岡村さんは自分は何もしてないみたいな何とも言ってたんで、うん、
ちゃうのでぜひご覧ください。宣伝すごいですね。ゼロベースで立ち上げたやつが規模感50億商売に作り上げたってかなりの実績、タイミングも良かったのはあるんですけどね、それもその時やらないとと思ったわけですもんね。そうです、海外ではもうちょろちょろ出てきてて、まあ、日本でも同じような展開になっていくでしょうっていうのに早く手を打つみたいなところでやりました、その2012年の時に新規事業開発室みたいなのができて室長山田さんみたいな感じでなったわけですよね、はい、それまでは結局アップドライバーの責任者みたいな感じでやってたんですけど、もうなんか結構僕ら当時気が早くてもう大体うまくいったから次行こうみたいなんで、またなんか新しいの作った方がいいっていうので、まあ、そういう部署を立ち上げて、そこで僕以外にもこう何人かプロデューサーみたいな立てて複数事業立ち上げるみたいなのを、まあ、育成も兼ねてですね、山さん的には新規事業開発室っていうのを作ったっていう、スマホ向けの効果測定システムをその新規事業開発室で立ち上げたんですよね。そうですねパーティートラックっていう、これも多分今は結構一般的で、今はグローバルの企業が提供しているソリューションが今一般的になってるんですけど、まだそういうのがない時に多分僕らが世界で初めてに近い、まあ、そういう概念はもともとウェブの世界ではアドエビスみたいな立ち位置なんで、ロッコンさんですね。そうですね、なんですけど、あのアプリ向けでは当時存在してなかったんで、そのアップドライバーでやってた時の課題測定するのに、こういろんなツール積まなきゃいけないっていうのがめんどくさかったんで、それ1個に集約できたらいいよねっていうので、あの作り始めたっていうのが、まあ、これは僕がやったものじゃないんですけど、まあ、僕のチームの中で立ち上がったっていう感じですね。世界初だったと思います、多分。山さんやっぱそういうアンテナ立ててるんですもんね。海外のサービスもしっかり、そうですね、国内のサービスもしっかり。アドウェイズの何これすげえこんなの初めてあるじゃないですか、あれもちろん創業者の岡村とか会社のこれまでの歴史から紐解いて、あの最後僕がパッケージングしたんですけど、言ってましたそれも岡村さん、これ作ったのも自分じゃない、そういいねって言ってくれたっていう言ってそう、はい、そのベースは岡村さんの過去の体験とかから紐解いてるんで、でも実際はやっぱり自分が一番そう言われたい思われたいっていうのが強くて、本人の願望も強いわけですね。そうです、山さん自身のあれをセットアップできなかったら多分会社辞めてましたね。これは大きな話ですね。社長がもしかにその会社の規模とか売上とかだけを追い求めてるんだったら、ちょっとついていきたくないなって思う時があって、なるほどなるほど、企業理念みたいなのをちょっと作りませんみたいなんで始めたんですよね。そしたらなんと、俺はそんな売上とかじゃなくて、こうやっぱり商品を提供した時にこういうの待ってましたって言われるようなことがしたいんだって言ってて、あ、そうなんだみたいな、じゃあこれこんな感じでいいですかって言ったら、めっちゃいいじゃんってなったんで、あの役員として頑張ろうみたいなって思ったんですよね。それ大きな一つのエポックな出来事ですね、はい、そうですね、これ社長には言ってないんで、そうだったのって思うかもしれないですけど、やめるリスクがあった。岡村さんに僕送りつけますよ、そうそう、URL。やめるリスクがあったっていう、こう新しいものとか、まだ世の中にないものでわっと言わせたいみたいなのは今でも強いです、で山田さん16年に取締役に、そうですね、昇格するわけですよね。そうですね、4年前、はい、新卒から取締役に、はい、アドウェイズって会社自体はもともとそういう会社だったんで、そんなになんか異例の出来事みたいな感じではない、抜擢を結構する、そうですね、新卒でも取締役になれる会社、まあ、事例がもう3例あるんで、2003年新卒入社の西岡っていう、結構早いタイミングで取締役になってるんですけど、と僕の後にあの加納っていう僕の同期なんですけど、が取締役になってるんで、ブックメイキングの出来事ではないですけど、まあまああんまりないですよね、ないですよね。まあ岡村さんとか、はい、それ上の人が決めてると思うんですけど、どういうのがあったんですかね。執行役員の時は担当領域でしっかりこう結果を出すみたいな感じだったんですけど、まあ、経営会議とかやっていく中で、こうやっぱ会社全体を良くしていくというか、進化させていかなきゃいけないよねっていう、まあ議題とか話になるじゃないですか。で僕結構そういうの好きだったんで、こうガンガンやってたんですけど、ある時にちょっと待ってくれと、取締役と執行役の違いって何かみたいな議題を合宿で上げて、僕がやってることってこれ取締役じゃないですかみたいな自ら定義して、そう、確かにそうかなみたいな、でその定義をちゃんと明文化して、はい、じゃあ僕これやるんで、じゃあ取締役してくださいよみたいな、まあ、当時の取締役人がどうしよっか、まあ、やらせてみてもいいんじゃないって挙げてくれたんじゃないかなとは思ってますね。実績出してるからな、自ら掴み取りに行かないとダメな時もありますよね、まあ、給料もそうですけど、評価されたいとか、そうしてほしいっていうのは上の人に伝わってないと思うんで、もうガンガン突き上げた方がいいと思います、これは CXO の名言出ましたね。天井を突き破るつもりでやった方がいいです。取締役になっても4年経つじゃないですか、で多分2年経ったぐらいの時に、あの社長の岡村に呼ばれて、ちょっと山翔と、あの今までこう会社を良くするためにこう天井を、ね、突き上げてくれて、本当にそれで俺もなんか成長できたよとかって言ってくれたんですよ。その後だけどっつって、
突き上げすぎて天井が壊れたってだからこれからは天井を作ることも考えてほしいっていう、要は突き上げるだけだと誰もやってくれないじゃないですか、うん、なるほどなるほど。で社長もそんな全部が全部言われたことで実現できないからお前がそれを作る側に回ってくれっていうので、結構そこから社長なんだからもっとこうしてほしいとか、うん、僕は社長じゃないからこういうのしないとかっていうのがだいぶなくなって、会社を良くするためにじゃあどうやってやっていきましょうかみたいなんで、そう岡村さんにパートナーがいないことに僕気づいたんですよね、おそのタイミングで。なるほど。で社長って孤独だなみたいな、でみんなしてこう社長もうちゃんとやれみたいな何なんだとかって文句を言うだけ言ってなかなかこう実現されないみたいなことはやっぱり多かったんで、一人ぐらいそういう人いないとちょっとかわいそうだなと思って、最近はできるだけその岡村さんに槍を突き立てるんじゃなくて、こう一緒にどうするか考えるみたいなのをやんなきゃなみたいな思ってますね。 COO ですね。具体的にそういう肩書きではないですけど、肩書きがあるからやるとかないからやらないとかじゃないと思うんで、やっぱ後からついてくるかなっていう。だから僕ももっと早く取締役にしてくれてよかったんじゃないかなって今となってはね。そうそうそう、まだそういうものだと思うんですよやっぱり、やっぱりある程度やれてるから任せるみたいなっていうのもあると思うんで、今ユニコーン株式会社、そうですね、ここの事業も激伸び中。激伸び中、これも山田さんが作った。2015年ぐらいから仕込み始めて、正式にサービスとして展開したのは2017年とかなんですけど、アドウェイズの IR 上で開示しだしてからまだ順調に伸びてる感じで、今回2021年3月期の1クォーターでいくと前年比 250% ぐらいで 7.5 億ぐらいの売上まで来てるって感じですね。年間で30億とか、まあ、そうですね、まだまだ伸ばしていけるかなとは思ってますけど、トップドライバーから数えると、まあ、ざっとなんですけど10年でその30億以上の年商のビジネスを山田さんが考案してるみたいなもんですね。そうですね、アップドライバーとユニコーンだけで見ても結構な、まあ、どちらも多分単体で上場できるぐらいの規模をゼロから作ってるなとは思うんで、それが結構上場企業でこう事業を作る醍醐味かなと思ってますね。なんかね、もちろん自分のリターンはすっごい少ないですよ本当にあのサラリーマンなんで岡村さん聞いてますかこれこれプレッシャーなんでこれプレッシャーもうやりですねこれそうそうそうなんですけど、やっぱりその、ね、あの会社の中にあるリソースをうまく使って、こう事業を大きく展開する、まあ、要はなんですかね、キャッシュフローとかあんまり気にしなくていい、何でもいいってわけじゃないんですけど、まあ、本当に必要なものであればちゃんとグループ内でこう調整できるじゃないですか。なるほど。でもスタートアップだとやっぱりそれもすらも外から全部取ってこなきゃいけないんで、そういうのをせずに事業にフォーカスして事業を伸ばせるっていうのが結構こう上場企業とか大きい会社の中で事業開発する醍醐味だなと思ってるんで、そういうのをねもうちょっと増やしていきたいなと思って。あ、いいアドウェイズの PR になりましたね今。なりました最後、ね、そういうことができる会社ですっていう、はい、面接希望の方はこちらまで、 こちらまでちょっと用意しておきます山田さん、あの最後にですね、山田さんが思うその抜擢される人どういう人かっていうのをちょっと最後に聞いて締めくくりたいんですけど、抜擢される人は、まあ、もちろんねこう前のめりにチャンスをつかみに行く人っていうのはまあ当然大事じゃないですか、そういう最初からこうやりたいやりたいって言ってる人のにやっぱりそういうのが回ってくると思うので、であとはやっぱり一番大事なのは、ちゃんと実績を出せてる雰囲気を出すこと雰囲気を出すこと、はい、実績を出すのは、まあ、当然最終的に大事なんですけど、時間かかりますもんね。そうそうそう、最初絶対実績出ないじゃないですか、その時にどれだけ実績が出てる風になれるかっていうなんでアップドライバーもその話だけあの今した中ではめちゃくちゃ順調に伸びたように聞こえたと思うんですけど、1年間ぐらいやっぱりあのタイミング早すぎて何の売上も伸びなくて、このまま行くとやめろって言われちゃうってなった時に、でもなんかアップドライバーが売れなくてもスマホが盛り上がってればなんか判断間違ったことにならないと思ったんで、当時まだその他のアドネットワークとかが立ち上がったばっかりのものをめちゃくちゃ売りまくって代理販売だけで月1億ぐらい売り上げ作ったんですよね。そしたらなんかめちゃくちゃスマホ伸びてんじゃんっていう錯覚を起こせたんで、これは持ってやれってなったんですけど、アップドライバーはずっとこうだったっていう、こう下低空飛行を続けて、その時はね、はい、なるほどなるほど。で2011年のまあゴールデンウィーク明けぐらいからグググググっとやっと時期がやってきて、こうようやくこうクロスオーバーしていくみたいな。でもやっぱりここの間のなんかちゃんとやってますセカンを出せることがちゃんそう抜擢が続いてどん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 上にこう上がっていくためには一番大事なことだと思いますね。結構独自論だな。そう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 前のめりに行ってやってる感を出すっていう、なるほど、それで多分成功できると思います。やっぱり CXO リアクションチャンネル出ていただいてる方やっぱみんな本当やっぱ戦闘力高くて、独自の仕事論あるんで今度ちょっと飲み会でもやりますか。あ、ぜひぜひぜひ。そうですね、CXO リアクションチャンネル飲み会、そうです、いいですね、はい、もちろんちゃんと収録されるんですよね。しますよ
やってみましょう。金言を拾うっていう金言を拾う、なんか出るかもしれない。いやー、なるほど、はい、いやー、山田さん今日本当ありがとうございました。すげえ面白かったっす。よかったです。引き続き定期的になんか出てください。あ、なんかもしあれば、はい、喋るのだけは得意なんで。なるほどなるほど、はい、ぜひ、はいはい、じゃあ山田さん今日本当にありがとうございました。ありがとうございました。